完封&二本塁打後の大谷のコメント、さすがにかっこよすぎる。ツイッターの翻訳機能からコメントを引用。当初から私の計画はエンゼルスでシーズンを終えることであった。精神的には何も変わらないが、トレードについて話している人々は全てなくなるだろう。このチームをプレーオフに導くことだけに集中したいと思う。6年間で私たちが買い手になるのは初めてだと思います。過去5年間は売り手でした。だからこれは私にとって初めてのことです。私はただ新しい人たちと知り合って彼らを歓迎したいだけです。そしてみんなで競い合おう。昨年までのチーム状況では我々は売り手でなければならなかった。ペリーは仕事をしていた。今は我々は違う状況にある。我々をより良くし、この困難を乗り越えるために買収を言っているのだと思う。私たちは選手として自分たちの仕事をしなければならないだけだと思います。シーズン中は長期的なことを考えるのはあまり好きではない。今シーズンと目の前の全ての試合に集中するだけだ。明らかに私はここでキャリア全体をエンゼルスで過ごしてきました。ファンが大好きです。私はチームが大好きです。苦情はありません。かっこよすぎとなっております。トレード話うざかったんやろな大谷。やっぱ7月の異常なイライラはトレード関連のことか。今日は吹っ切れた顔してたし、さらに野球に集中できるな。マジモンの化け物進化が止まらない。6月大谷について来てたロベルト君も止まってるし、この残り試合で10本差はさすのきついで。今日の完封後のコメントかっこよすぎだろ。完封した次のダブルヘッダーで2本塁打って意味わかんねえな。ほんまに歴代最強の選手やろ。去年もこの時期期限悪かったし、トレード噂されるの本人的にはおもろくないんやろな。モチベがここまで結果に直結する選手も珍しいやろ。ご視聴ありがとうございました。